はい、こんばんは。え、参議院議員の音北俊です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。7月の29日の土曜日にこちら収録をしております。え、今日は仙台市議会議員選挙に行ってきまして、弾丸の日程で行ってきまして、えー、ちょうど帰ってきたところなので、ちょっとこの選挙モードの服装でございますけども、まあ、今日はちょっとツイッター上で大炎上状態になっている、ウーマンラッシュアワーの村本さんの、えー、ツイートについて少しコメントさせていただきたいと思います。えー、あの、今日昨日ですね、福井県にある関西、関西電力の 高浜原子力発電所、この1号機が12年ぶりの再稼働を行われたということで、まあ、2 0 0年、2011年のま、3.11、 の時からですね、まあ、から原子力発電所が稼働できなくなって、まあ、なんと12年ぶりと、まあ、いうことで福井県の高浜原発が動いたということでありまして、まあ、これではですね、我が党も日本一の会としてもですね、まあ、安全性が確認できた原発はしっかりと再稼働して活用していくと、そして電力の安定供給を実現しながら技術革新を進めていって、既存の原発は常にフェードアウトし、そして次世代原発にしっかりと置き換えていくと。 で、次の世代の、えー、より安全な原発への技術投資を続けていくとまあ、こういうことをずっと主張してまいりましたんで、えー、この原発再稼働についてはまあ、前向きに捉えたいという風に思っているんですけども。まあこの？ えー、かなり急進的な脱原発論者の方々は当然反発するわけで、で、このウーマンラッシュアの村本さんというこの芸人さんもですね、まあ一時からかなり、まあ、政治的なポジションを取り始めて、ね、左、まあ、リベラルの中でもかなり急進的な主張を、えー、されている方です。えー、まあ時にはいいことも、えー、おっしゃってると思うんですけども、今回のツイートはね、さすがにいただけませんね、えー。この高浜原発の再稼働のニュースを受けて、こう呟いています。事故があった時、地元の人だけじゃなく、日本中が被爆しますように、 ということで、前、まあ、は原発を動かすぐらいなら、こんな国滅びてしまいと、でも、言わんばかりの、えー、この、言説でありまして、自分が思った通りにならなければ、もう被害がむしろ広がるべきだ、みたいな、えー、いうことをね、結構この本当に、あの、最悪ってリベラルというか、もうすごい急進的な過激派のリベラルの方々っていうのは言いがちなんですよね。なんかそれすごく、なんだろうな、あの、よ負の願望で、そして自分たちは、えー、こうすべし、ああすべしということに対して、えー、思い通りにならないと、もうこの、 滅びてしまいみたいな、この破滅願望、えー、みたいなものを、えー、も、持つ、この政治基張というのは、これは多分、当然、多くの方々には受け入れがたい、え、ものだと思いますし、まあ、こういう、心の底でこういう願望を持ってやってる政治活動というの、政治運動というのは、私は極めて危険なものに、えー、なってしまうというふうに、え、思います。で、特にこの、 極左と言われるようなですね、過激派のリベラル、左翼の方々の言動、行動というのは、運動それ自体が目的化しているようなところもありますので、本当に脱原発がしたいのか、それでももうこの原脱原発を主張することによってね、この日本を貶めたりとかですね、今の社会をちらっと腐していくことが目的になっているのか、もうちょっとね、正直よくわからないところがあるんですよね。 なって言ったえー、原発が再稼働されたら、それは自分の意見とは違ったとしても、まあ、その事故を願うようなことは言っちゃダメですよね。えー、もう事故があった時に日本全国が被爆するようにっていうこと。この呪いの言葉はかけてはいけない。もう動く以上は、もう事故は必ず回避してほしい。事故は起こらないようにしてほしい。そして我々としては、やはりこういう原発を動かすべきではないから、再生可能エネルギーをもっともっと高めてね、原発がなくしない世の中を作っていきます。っていうような主張だったら、受け入れることはできると思いますけども、まあ、こういうね、呪いの言葉を全国に振りまいていくということはですね、 ね、自分たちの主張に対する賛同者も減らすだけですし、実際このウーマン村本さんのツイート発言については、さすがに用語の声はほとんどないですよね。日本中が被爆しますようにって。それはなんか、あの3.11のこの福島の悲劇を知って、そこから、ね、むしろその被害者の方々の、のそれを乗り越えようとしている方々に対しても失礼な言葉と、言葉だと思いますし。 やっぱりね、我々この原発の事故というのを乗り越えて、前に進まなきゃいけない。そして電力がない、なければ、人の命が失われる。産業も失われる。雇用も失われるわけですから、やっぱりバランスの上にですね、政策というのは、え、立っているわけです。まあ、ですの、ね、で、こういう極端な主張ということはですね、やはり受け入れがたいというふうに思いますし、地に足がつけた、え、エネルギー政策を行っていかなきゃいけないということを、改めて、え、感じている次第でございます。まあ、今回、高浜、高浜原発が、ようやく12年ぶりに再稼働、え、されました。この、日本全国、まだまだ再稼働に至っていない、え、原発、あります。 ますけども、まあ、我々、かねてから主張しているようにですね、すでに安全性は十分に確保できていて、この原発再稼働できるような条件が整っている原発でも動いていないものもあります。まあ、それを少し。 いや、特住ってちょっと専門用語で特徴とか言いますけども、条件をですね、緩和すれば動かせる原発もありますし、そしてこの夏もですね、もう本当に猛暑で、電力も非常に電気力も高くなっている。まあこうした中でやはり原発の再稼働を、もちろん、あの、何でもかんでも動かすというわけではありません。もう十分に安全基準を満たしたものについては速やかに動かしていく。そして次の世代の原発についてもですね、原発ゼロという理想を短期に追い求めてですね、非現実的なエネルギー政策を追い求めるんじゃなくてですね、動かせる原発を動かし、次の世代の原子力技術 にもしっかり投資をしていく、まあ、このことをですねしっかりと政府にも提言してまあまあ岸田内閣総理大臣原発政策においてはですねかなり踏み込んだことをやっててあの新設とかリプレイスとかいろいろ発言されていてそれじゃあ評価できるところもありますんでねそれをしっかりと後押しをしていけるようにですね活動してまいりますのでよろしくご指導ご鞭撻とチャンネル登録や高評価コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして今日の Vlog とさせていただきたいと思いますそれではまた次回さようなら